サンドです。どうもです。前回と前々回とあとね、ショール編んでで、なみなみ模様でね、ラベリーのパターンの無料パターンのやつを編んでて、かわいいなと思ってね、今回もねまた編もうかなと思ったんだけど、前に編んだパターンだとちょっとね端っこがぐるっくるんってなって、そこねくるんない方がいいかなとかね、ちょっと思ってこうガーターちょっと入れてみたんだけど、このねミルフィムの21番ね編んでって、結構さこうねこうタワーンってなってるとぐちゃぐちゃしてるけど、広げると可愛いじゃない、こんな感じでね、可愛いのってね、こう自分で編みながらさ、まあ自己満足なんだけど、可愛いなとか思ってだったわけよ。これを見てるうちに、ちょっと夏のバッグあるじゃない、ネットになってるバッグ、よくかぎ針とかで編んでるの見たことあって、可愛いな、でも私編めないなと思ってたんだけど、このねちょうどつなぎ目がここで1個でこのくらい編めるわけ、このね。でちっちゃいバッグだったら一玉で結構こうね半分に折ったぐらいの大きさだったら編めるんじゃないってちょっとひらめいちゃったわけよ。でこれの続きを編むか悩んで、いやひらめいちゃったらやりたくなるのがね私ね、違う、えみんな違うのかななんかこう中途半端で投げ出して夢中になって編んじゃって、それがねこれ見た目あれかな、可愛いんです。一応ね全体撮った写真つけてみる、どうかな。あのねこんな形、今ねこの画面上ではあれなんだけど、伸びるわけよ、結構伸びて肩にもかけれるの、肩にかけてあの脇の下からタランってできる大きさ、ちょっと大きさとかね剥がってなかった、そうだ伸びるからさ、これの大きさを測ったところでどうだっていう感じなんだけど、これが、あちなみにねミルフィムのカラーナンバー4番、ちょ実物ね写真は撮ってあるんだけど、ちょっと1個しか持ってなかったから、そのねなけなしの1個使っちゃって、実物これだよって今見せれないんだけどねえ、なかった、ないんだもん。でも夏っぽくて可愛いんじゃないかなと思って、今ね出来上がりの感じでは21センチだね、いやーこれ言ったところでって感じだけどね、この一番長いところで23センチぐらいかな、これね伸びるわけよ。でさっき写真では全体像の写真ではスマホとかね入れて伸びた感じの写真を見せてると思うんだけど、こんなちょっと伸びるね、伸びで可愛い、伸びたのが可愛い、かっちりしないで伸びたのが可愛い、ちょっと私プールなんか絶対行けないけど可愛いよ T シャツ、あの何のね模様もない、何の変哲もない T シャツとかでもこれ1個ね、ねスマホとさハンカチとお財布ぐらい入ればいいじゃないで今ね自分ではそう思ってるけど、意外とね荷物多くなりがちなんだけど、入る、多分ねペットボトル、いやペットボトルはちょっと重み耐えられないかもしんない、でもね可愛くって、しかもこれ1個で1個、ここまで1個で、あとちょっとだけこれ余ったの、これね、このねソロフィムの何番だっけ、グレーのね4番、ほんのちょっと使ってここやってるけど、もうちょっともしかしたらねこの辺もっと太くてもいいのかな、でもあんまり太くない方が可愛いかなとかね、つなぐときちょっとあんまり目立たないかなっていうのもあるんだけど、どんな目数で、目っていうかね編み図でやったかっていうのは、最初ね描いたわけ汚いの一回描いたのね
階なんだけど、あまりにも汚いしなんかダメだったから、アプリでなんか図形を描けるアプリでねやってみて、どういうね編み図でやったかっていうのは書いておいて、勝利やった時の編み方とはちょっとアレンジしてあってだからね編み図みたいなの載せておくんで、はい、まあね興味あるか分かんないけど、でなんだろうな、この何段編んだとかってのちょっと本当数えればいいんだけど数えてなかったった、うん、なんか模様1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 回ぐらいかな、13回ぐらい模様入ってるけど、とにかく一玉でいけるところまで行って、あとこれもね雰囲気でどれぐらいかのこ編み、かのこ編みで全部やって、ぐるあの1個のねガーターの部分6目、うん、6目ガーターやってるから、その分は1回止めといて、ん？止めといてじゃない、休ませといて、ぐるっと止めて、ぐるっとねここも休ませて、ピンに休ませといてぐるってやって、ガーターのガーターじゃなくてなんだっけ、かのこ編みでガーってね自分の好みのちょっと伸ばしながらさ、好みの長さまでいったら、ここあのメリヤスハギっていうのさできればよかったんだけど、ちょっとよくわかんないから、あのねなんとなく拾ってかのこ編みなんであんまり目立たないかな、ただちぎれちゃうと嫌だから、あのね結構頑丈に拾って、うん、それっぽくしたでもね自分の中ではお気に入り、これ何枚か編んで何枚か編みたいなって思って、今ねこれは休憩して、次どの色にしようかなって、あのいろんな色をはねちょこちょこって買ってるんだけど、中途半端にねしてるこの糸とか、下の方にこれ入れてとかさ、上とかねちょっとこれ少ししかないから、このね途中までの短さになったとしても、上の方を緑でね長くするとかさ、いろんなちょっと使い切れるんじゃないかなって、本当にねこれ可愛いんだよ。でしかもねこのね並々にしたから、こういう風に下の部分お尻の部分ねこんななってるでしょ。でもねこれねこうやってちょっと今ねスマホ使ってっから見せれないんだけど、この荷物とか入れると伸びるわけよ、伸びるからこのねお尻のねくねくねはね気にならないよでねお尻のくねくね、このねくねくねがあったとしても、なみなみがあったとしても、それはそれでさ可愛いんじゃないかなって思ってる、肩にかけれるぐらいの伸びるかな、まあワンシーズン楽しめればいいかな、えねいいんじゃないあの本当はねかぎ針でバッグとかね前もチャレンジしたのよって、帽子はなんとなく自分の頭に合うやつ編めたんだけど、バッグ難しくってさ、かといってモチーフみたいにやったつないだバッグとかもういずれ編めればいいなと思ってるんだけど、夏のねなんか爽やかに持って歩けるねネット式のやつだったらこれでもいいんじゃないかなってちょっと毒々しい色でも差し色になって可愛いよって感じでね楽しく編んでましたね。次々これまたね増産していきそう、あの編んでて楽しいものをね編み続けていきたいなと思って、でねちょっとこの辺でまた前回もねちょっとねおまけのコーナーやったんだけど、もう一本だけね前回に続けると長いかなと思って今回に残してたった分のおまけのコーナーを付けでいきたいと思います。ワープ旬
初めてメールします。私は編み物歴も長く、人に教えるのも得意な方です。そこで YouTube で自分の作品や日常の話をたくさんの人に聞かせたいと考えています。お金に困っているわけではありませんし、実は私の主人は俗に言うイケメン夫婦ともに若く見られるための秘訣や体のメンテナンスの話題もつきません。これまで嫌がらせに遭うなどの遭うなども多く、何度も泣きました。かっこ妬みかもしれません。エピソードも豊富、女性に刺さる話ができます。編み物を通して生き方を見直せる動画を作れます。サンドさんのような人でも収益化できたとのことなので、私にもできるだろうと想像していますが、編集は素人のため不安です。そこで提案です。一緒に雑談コラボすることができます。私の方から豊富な話題を提供しますそれをサンドさんが軽く編集し、前半後半に分けてお互いのチャンネルに動画を出せば、お互いのメリットなります。今回の企画の提案はサンドさんの判断次第ですが、あくまでも私の考えた案ですので、対応はお酒くださいませお返事お待ちしていますっていうメールをもらって、これ何日だったっけ、年末かな、温めてたんだどこから突っ込んだらいいかなみたいな、編み物歴が長くて人に教えるのも得意な方です、ね、で私ねちょっとどう解釈したらいいのかなと思ってまとめてみたわけ。まとめるつこれはきっと私 YouTube で自分なんだって YouTube で自分の作品や日常の話をたくさんの人に聞かせたいと考えています。聞かせたいんだよね。お金に困っているわけではありませんしっていうことで聞いてほしいんじゃなくて聞かせたいと考えてる。で、旦那さんがイケメンで夫婦ともに若く見られるためにもうね、それ関係の話題につきません。これまでいや嫌がらせに遭うなどの多く、なども多く、何度も泣きました。過去妬みかもしれないちょっと待って、エピソードも豊富で、いやこれね、多分すごい自分に自信があって話題も豊富で、それだったらね、サンドさんのような人でも、サンドさんのような人でも収益化できた、サンドさんのような人でもできたなら私にもできるだろうと、ね、想像しています、ね、私はこれはね、これ褒めてんの？けなしてんの？
そして一緒にね雑談コラボすることができますっていうことで提案いただきましたね。私はねこの方から豊富な話題を提供してもらうそうです。それでなので私サンドさんは軽く編集して前半後半に分けてお互いのチャンネルいたしましょうっていう風にねお誘いを受けまして、もうね、これもね半年以上無視してますだってさ私はこれただなんとなく始めて、なんでみんながみんなっつかね、なんで編み物を頑張ってるっていうのはあるんだけど、なんで見てもらってるかっていうのをよく分かってないわけ、正直。で見てもらうことによって言えることが、言える話せる範囲が狭まってきてんだよ、正直。こんなこと言っていいのかなみたいにね、狭まってきてる中で、ね、突然のね何だろう、提案ご提案いただいて、その方によるとね、すごい話題が豊富だとね、豊富でそんな多分ね自信あるんだったら自分でねただやるだけでもうみんないっぱい集まってくれると思うのよ。あなたがねきっと魅力的な人だと思うから、私なんかとねこんなコラボなんてねおこがましいので、私はちょっと無理かなって思ってて、豊富な話題ね、私に提供したいっていう豊富な話題をね自分のチャンネルで自力でやった方がいいかと思います。私のねほら編集つっても私の編集はこう見てもらってんのがちょっと怪しいんだけど、何もさ工夫とかないじゃん、自分が楽しきゃいいな、ペッペッペッってやってるだけだからね、こんなに私面白い話題をやってるのにサンドさんの編集が下手なせいで見てもらえないじゃないとかさ、責められそうな予感しててさ怖いのね。もうね半年以上も返事してないから、きっとねきっと多分プライドも高そうな感じするじゃない。お金に困っているわけじゃないありませんし、たくさんの人に聞かせたいと考えていますっていうことなんで私がねこの無視したことによってもう多分ね言ったことも忘れてね他のところに行ってんじゃないかなとは思うんだけど、ねここまで言われると私もさ、ってどういうことみたいな、私どういう扱いなんだろうって思って、これもねちょっとほとぼりがね、もらった直後にやるとさ、こうなんかこういう方って私の予想だよ、私ほらねやってないからわかんないんだけど、インスタグラムとかやってそうじゃないそれとも X かな、 X は私はちょっとだけ登録してある、やり方わかんないどうやったらのこんな感じかなって、変なことやってなきゃいいなぐらいなので、全然ね地域で何かあった時とかに検索するよみたいなので何が起こってんだろうとかって時に見たりはするけど、そんな程度だから分かんないんだけど、きっとなんかねリアルタイムでさ何か言ったらめっちゃ文句言われそうで怖くって激しいねえ、名前ない、初めてメールします。もうね編み物歴長くて人に教えるのも得意、ね、なんでこんなところに私なんかにメール書いてる間に自分でね始めればいいんだよ、
ねえ、なかなかねパンチの効いたメールが届いてて、かなり前にもらってたんだけど、いつかいつか喋ろうって思ってたので、今回ねちょっとこんなメールも届いてるよって、あのねいつもね楽しいメールとか穏やかなメールも届いてる、それも後々少しずつ紹介していきたいと思います。な感じで、ね、あの今までもね面白いメールとかいっぱいもらってて、 うまく私が面白くしてあげれるできたらいいんだけど、まあ編み物楽しいし、もうねそう夏休み入ってるよね、お孫さんいる人とかさ、もしかしたらちっちゃいお子さんいる人もいるかもしれないし、うん、ご飯の準備とかさいつもと違うね生活サイクルになってちょっと大変だったりするかもしれないけど、私はねこうねいつも通りちょっと寂しい感じでね、いつも言われるんだけど寂しい感じでね、寂しいけど編み物を楽しんでね、寂しさを紛らわすそんなことないか、そんなね寂しい寂しいとか思ってない、大丈夫もうねそんな感じで暑さに負けずに楽しんでいきましょうということで、またねー。